二宮大輝だ。不利な遠征バトルでもここまでは勝ち続けてこれたんだろうな。今度ばかりは運が悪かったな。本当に速い奴は世の中にいっぱいいるってことを見せてやる。俺の EK の足回りは行動スペシャル仕様なんだ。どんな奴にも負けない仕上がりになってるんだよ。普通に考えれば抜かれることなんてありえないんだ。俺のペースについてこれるというのか。まさか抜かれるとは思わなかったが、すぐに抜き返すだけだ。一瞬で終わらせる。強引に追い抜いてきやがった。思ってたよりはレベルが高いが、俺を慌てさせるほどでもなさそうだ。こいつの実力は大体分かった。早いことは早い。どっかでぶち抜いてやらねえとな。この先二度とチャンスないぜ。俺が抜かれることなんて天地がひっくり返ってもありえない。この俺が追い詰められてるってのか。何を考えてようと今から抜き返すのは不可能だ。余裕だな。しつこいぜ。俺はこのゴースキーやられた。信じられないぜ。ものすごい高等技術だ。早いぞ。一番得意なブレーキングで負けた。大輝はヘマをやったわけじゃない。まさかこれほどのやつとは。ショックだぜ。信じられないほどクレバーな戦略にやられた気がする。この展開は読んでなかったな。お前の作戦勝ちだ。